トイレ行った方がいい。はい、こんにちは。こんにちは。ボンジュール。ボンジュールか。ぬーちゃん転んだね。ギャーっつったもんね。そう。頭から落ちた。うん、膝から崩れ落ちた。あだそうです。今日なんかちょっと寝癖がついててさ。ちょっとね。あ、でも治った。治った。よかった。湿気でね。そう。席は大変よね。なんかボワボワでね。ねえ、元気してた？カレンダー撮影ぶりじゃない？違うの？7月4日が。くらくんのおばあさん。そうだ。楽しかったね。ね、楽しかったね。大騒ぎだったね。楽屋が。ね、モッサン来たり。お前パパ来たり。ね。みんな手伝わされてたよね。もう一回久々に会ってね。ね。あ、気づいた？うん、気づいた。突然来た。突然来た。なんかサプライズゲスト来るじゃない。そうそう、サプライズって言ったらすげえの来るかと思ったらみんな、ああ。そんなサプライズでもねえだろ。ねえ。なんかすごい一緒だと思う。そうそう、そんなもったいぶるような人ではない。みんな、ああ。久しぶりって。ねえ、そんな何年待ってなかったわけでもないし。ねえ。元気そうでよかったけどね。そうね。ね、人数多かったね、楽屋がね。楽しかったですか？楽しかった。ね、誰が持って帰ったんだろう、あのでかいポスター。ね、どこに飾るんだろうね。ね、すごいでかいよ、あれ。どこがいいんだろう。天井落ちてくるよ。天井から落ちてきた時にさ、窒息死しそう。そう、あれ機種結構ね、そういうターポリンの機種だから。ちょっとしてたもんね。紙じゃないからね。レジャーシートになるんじゃない。あ、いいじゃん、いいじゃん。あれ、レジャーシート。それでもでかいよ。はい。じゃあね、撮影会や初めての方いますか？ね、そうですよね。いらっしゃいますよね。初めて。ルールは簡単なんですけど、スマホでもカメラでも私に貸してください。で、ぬーちゃんがここに立ちますので、隣でイチャイチャしてるとこを僕がカメラに押さえていきますので。はい。で、動画がいい人は動画のまま渡してください。ね。はい。じゃあまず一回やりましょう。で、終わったらまたおしゃべりしますので。その時、場所変わりますから。今度ぬーちゃんがそっち側に行きます。皆さんちょっと後ろ下がる感じですね。ね、嬉しいね。初めての方も。ね、来てくれて。じゃあ、先輩方のやり方を見ててください。どれぐらいイチャついていいのかな。日本でね。日本語。はい、じゃあ1番2番の方準備行きましょう。はい、基準になりますね。はい、動画でね。基準ね。まだやだ。全部湿気のせいなんだから。全部湿気のせいよ。あ、ありがとう。キャワー。ちょっとシワ寄っちゃった。焼き目見てるかき氷ばっか食っちゃったんだけど。切ったの？負け。11連敗。はい、もうやだ。だって駅になんか、レオがうなだれてるのが絶対あったの。今日は駅であの西武ドームあるでしょ。うん、行くとさ、うなだれてるよ、レオが10体あって、11体目が今日は勝ちましたかったんだけど、多分次の日うなだれてるんだったのよ。まあそんなことなんで。まあそんなことなんで。行くよ。そうなんですよ。本当だと全然違うんだけど。はい、はい、セクシー。はい。あ、ゴロさんいた。あ、ゴロさん。ゴロさんみたいなのおかしな人がいっぱいいた。規制発してるおかしな人がいっぱいいた。お酒飲んで。もう負け続きで、ね。負け続き。多分お父さんもああいう感じで騒いでるのかなと思って、球場で。あれ騒いでんじゃないんだよね。そうしないとやってられないんでしょ。そうしないとやってられない。ちょっと熱いし。お酒で逃げるしかないんだ。なるほど。わかりました。僕はお酒逃げないようにしますんで。そうね。はい。はい。じゃあ、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。見た目の感想よね。じゃあ、トライか。はい、行きます。はい、セクシー。はい、オッケー。
はい、行こう。付き合ってくる、ね、付き合ってくる。フニャがみんなでね、あと、なんだっけ、アウトレットにみんな行って、なぜかフニャとゴローとペアンヌが一緒にね、ラコスタ入ったらフニャがなんか見つけてね、これ買ってって言うから、お前だけにハワイに行かないと、じゃあ全員買ってっつって、おー、そう、1万円ぐらいのポロシャツ買いやがって、おそれでシンクスのコラボのやつ買いました。買ってもらったの。で、今度の誕生日の時に着てきますねって、みんなでお揃いで着ようってなったら、ちゃんとヌーとフニャは着てきたんだけど、ゴロはすっかり忘れてた。感じがしたんだ、あいつ絶対別にラコステなんか好きじゃないもんだ、うん、でも2人買ったのも可愛かったけどね、そうそう、ヌーちゃん、フニャところは恐れなかったね、それ色違いでね、みんな真っ白の、ヌーちゃんは速攻でこぼす、いきなりにコーヒーこぼすで、少し落としたらまたこぼしたんだよ、2度こぼして、2度こぼしてクリーニング持ってて、ちょっと落ちるか分かんないんですけど、ね、落ちるよ、ダメ、ね、落ちてほしいわ、可愛いからね、これも買いがないんで落としてほしいです、はい、行きましょう、なかったら染めちゃえば落としますか、はい、ちょっと落としてほしい、インスタの、どうした、大丈夫、何でも飲むね、ご飯に合わせて飲んだりする、いや、あんまり考えない、あ、でも、あ、するかもな、毎日飲む？いや、毎日は飲まないようにするよ、ね、ちゃんとね、肝臓を休める日だ、偉いね、偉いことそうなんだ、なんとなくさ、何好きなのかな、なんだろう、よくワインもらう、あ、でも飲めないのは、うん、逆にね、紹興酒と、あ、あれ、マッコリ、あ、マッコリで白いやつ、そうそう、あの韓国のさ、甘酒みたいな、ウイスキーとか飲めるの？ウイスキー大好きよ。すごいね。大好き。大好き。あ、そうなんだ。旦那さんが超好きで、あのお酒もあるし、何かしらウイスキー。あ、飲んでた。いいね。すごいね。女の子もお酒すごいもんね。ハイカロリーはちょっと太んないから。あ、そうそうなんだ。そうそう。カロリーゼロ。もうカロリーゼロカロリー。今日かありがとう。ありがとうございます。どうぞ。はい、かわいいよね、あとせっかく雨の日ってあんまり当たらないなと思って、っ一緒に肩でお写真撮ればね、あのちゃんと拭いてますので、うん、いやいや、上つかないよ、はい、いや、はい、せーき、そんな入ってないけどね、みんちゃん、はい、OK、 かわいい、ありがとう、はい、どこなの、どこだろう、地酒、目が見えないね、目が見えない、いや、老眼鏡って可愛い、いや、そう、福田くんのがあったなと思って、あー、可愛い、ありがとうございます、はい、じゃあ向こうで、よし、じゃあ皆さん後ろに下がって、かわいい、帽子がね、さあ、はい、はい、お疲れ様でした、雨が止まないね、そうなんですか、今日は金曜日、金曜日、早いね、ね、明日から3連休だね、関係ない、そっか、関係ないです、3連休なの、世の中は3連休ですって、そう、じゃあ俺明日休むわ、いいじゃん、明後日も休むわ、お、いいじゃん、え、あ、だ明日ダメじゃん、明後日も明後日の後だって、あ、そっかそっか、3連休、いいね、3連休いいね、ね、ずっと3連休だったらいいのにね、サコシぐらいだから、週休2日つだよ、あ、週休5日つだよ、2日、少しよく言ってるよ、冗談でね、週休5日だからなーって、行ってきた、何その羨ましい世界って思ってたね、本当だよな、こなしの誕生日もまだ沖縄行ってたもんな、
インスタになってるよ。いいな。やろうか。沖縄行きたい。え？沖縄行きたいね。いいじゃん今。行ってね。行ったことある？行ったことあるよ。あるの？だいぶ前や。うんうんうん。行っといてよ。いや今気軽に行けないよ。でも安いよね。今ジャルとかアナスーパーセールやってる。あ、今やってる？やってるやってる。1万円ぐらいで行けるじゃん。だいぶ便は減ってるけど。あ、そうなんだ。うん。でも安い。痛いの沖縄。もう下着少ないからね。いいかも。うん、あ、そうなんだ。全然稼いでる。沖縄そばを食べたい。沖縄そばと沖縄で食わないと美味しくないんだよね。そう。不思議なんだよな。あと島らっきょうもう本当にお腹壊すぐらい食べたい。今日こっちの時が全然美味しくない。わかるわかる。そういうもんだよな。そうそう、気候に合わないんだ、こっちも。どういうことか。行きたいとことかある。あの石垣とか行ったことないから。はいはい、もうほぼ台湾なんですよ。あ、そうやの。それもう目の前。へえ。行ってみたい。一人で富士屋行くようなこと言ってたよ。あ、沖縄いいな。旅行行きて、一人でゆっくり行きたい。それともお友達とこうバラバラ行って。あー、どっちが好き？どっちも好きだ。あ、でも、いや、まだ一人で楽しめる感じでもないでしょ。そうね、誰かとやっぱ行きたい。もうちょっと年取ると一人がやばくなる。全然一人がやばくなる。え、どういうこと？疲れるから。自分が相手のペースに合わせるの嫌だ。あー、なるほどね。休みたい時は休みたいし、こちらからアクティブな方だから、相手が疲れるの分かるから、それ気にするの嫌じゃない。確かにね、ここでもまだ一人で行くほど、まだ若いのさ。若いよ。年取ると一人が来ない。確かに、なんかあんまり一人で行動ないかもな。どこでも行っちゃいそうな感じするけど。本当に？焼肉はまず無理でしょ。そういうこと。焼肉？一人で焼肉はそういう店行けばいいですね。まあね。一人ラーメンもあんましたことないし。でも映画は一人の方が好きだな。映画ね、好きな、その映画が好きならね。そうね。お互いにね。そうじゃない人と見るとなんかこっちはめちゃくちゃ面白かったのさ。微妙な空気出されて嫌だった。あーみたいな。あー。デートで映画は進めないよ。ああ、価値観がね、違うから。一人ディズニーは無理ですね。一人ディズニー。はい、一人ディズニーはちょっと無理ですね。この間フニャがタダさんたちに言ってた。ね、そうだよね。とんでもないのと言ったらしい。ね。バテバテ行った。そう。すごいのやったらしいよ。タダさん言ってたよ。プランが。とんでもない金額だったっけ。あそこもらったでしょ、あのファンタジースプリングス。そうそうそう。その中にホテルがあるの。あ、そうそうそう。仕事があるともう自然に入る。そう、そこで泊まるの。めっちゃ高いよ、すっごい高い。もちろん高い。入れば行けちゃうぐらい。行けた。キャールとか入れば行けちゃうぐらい。まあ、ただのね、金持ってるからな。でもね、この前行ってきたの、ディズニー。行けた。行けた。どっち？チー。あ、入れたの？新しいの。あのね、ピーターパンだけ乗れた。そう、なんかアナ雪乗りたかったんだけど、そもそもあのスタンバイパスが出てなくて、なんだっけ、その、なんだっけ、特別なチケット持ってくると入れませんみたいな感じで、取れなくて。マサイだと取れる。あ、でもずっとね、もう終日ダメでしたった。本当に朝、走ってすぐ乗るでしょ。
炭酸水があって炭酸の中にビーって入れて、うんまあ、そのままハイボールしてそれをディズニーでやってたの、うん、やばっなんで半日もあんな歩いて酒も飲めないなんて嫌じゃんやばいね。いやでも最高だったよね、やっぱディズニーで飲むお酒は。外でずっと女子高生が TikTok 撮ってた。昔お兄ちゃんと言ったよね、ディズニーランドね。行ったね。ね、あのクラブ33って言って、あれ連れてってもらってね、そうそうそう、お兄ちゃん来たいって言うから行ったよ、ね。みたいな時間でしたね。ね。髪切れてきた。髪切れる。髪切れる。メキ出てきたよ。メキ出てくる。俺の誕生日だったんだよね。あ、そう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 、お祝いしてくれるんだよね。そうそう、びっくりしたね。サプライズできたもんね。ミキ様って。まあ俺よりそ、俺よりムーちゃんたちが嬉しそうだった。コロナだったらちょっと近づけないんだよ。これぐらいの距離を感じる。必要な距離感でお祝いされる。別に俺おっさんだからそんなにこう、ああ、ああ、気持ちわかるから。そうそう、お帰りくださいね。でも写真撮れたよね。ね、ご飯も美味しかったし。そうなのに、誕生日なのにお会計は全部俺って言わない。しかも高いし4人分自腹でお祝いするって何なの。楽しかったね。楽しかった。コロナ始まったばっかりだ。そうさあさあ、じゃあちょっとぬーちゃんにね、初めて来た方もいらっしゃるから、質問とかあればおしゃべりしていいですよ。何か、はい、あ、どうぞ。カレンダー撮影の話を。おめちゃくちゃ飲んでたね。そっち。いやいや、ね、すげえうるさかったよね。そう、盛り上がったね。俺の部屋にみんな集まってね。そう、村君だけ来なかったけど。村君はね、うん、ね、おやじにですね。すごかったよね。超盛り上がった。大騒ぎだ。翌日めっちゃ早いのにさ、そうそう1時半ぐらいまで止まんなかったね。止まんなかったね。もう帰んねえかな、こいつらと思って。俺、寝やるんだけどな。すごい広かったのね。そう、すごいよ。この部屋ぐらいあったんじゃない、あったかも、あったかも。だって、あったよね。あった、あった。だって、ダブルのベッドが2つあったもんね。そう。シリスイートとかじゃなくて。まあ、全部そういうとこみたいな、うん、持て余したよね。持て余した、うん、だってもう寝るだけしかさ使わない、うんうん、みんな広い部屋でね。ねえ、なんかキッチンみたいなのがあってね。 あったあった、ね、そう、そうです、ちょっとしたね、ちょっとしたね、そう、別荘っぽい感じ。うん、大きなホテルだったね。大きなホテル、バイキングも美味しかったしね。美味しかったね。大騒ぎだったバイキング酒が出る、酒が出る。飲みほいいっすか。飲みほいいっす。飲みほしていいっすか。一応主催がこうだからね。でもなんかみんなであえて飲むのは割と初めてだよ。チームでね。カレンダー撮影のアフロさんとかだと思うんだけど、すごい楽しかったよね。楽しかった。翌日のねバスの中もね超盛り上がったね。お蕎麦屋さんとかは楽しかったよね。楽しかったね。美味しかったね。なんかファンの子がいて、店員さんがいてね、全員分のおだし分の折り紙を作ってくれて、へぇー、ね、可愛かったよね。可愛かった。どうやって作ったんだろうと思うけどね。ね、そう、蕎麦打ちやってたよね。そうそう、楽しかったな。まだメイキングとか上がってないね。まだだよね。そうか、まだメイキング映ってないところ。そこがいい。そうです。移動中のバスでこんなにうるさいことあるんだって。そう。眠くてさ、寝たい人もいるだろうってさ、後ろの方でヌーとゴローとフィナと、あとアフロさんのね、スタッフさんと4人で、いや、帰りたいね、またバーベキューやろうねって約束して終わったの。そう、本当にやるのかね。やると思うよ。やる、うん、そう、仲いいよね。あの群馬のイベントに来てくれた。そう、ね、あの人がリーダーでね。そう、面白いね。さあさあ、どうぞ質問の場に。なんか初めて来た方とか遠慮せずに、いいんですよ、みんな遠慮してるだけだから。ね、人生相談でもいいですし。先多いね。
何でもぬぬちゃん、ぬぬ姉さんが答えてくれます。答えられる。いいですよ、他の方、どうぞ。ね、いいよ、どうぞ。あの、最近スマホをなくして。あら、あ、どう出てきた。新しい。完全なくした。完全になくした。完全なくしてた。そんなことある？SIM外されてどっかで売られてる。そうそう、多分そう。初期化できないでしょ。SIM外しちゃえば。いや、だってデータが残ってる。シム外したって。でも、初期化できるの。誰かの家には多分行ってるっぽい探すを。初期化なんかできますか？ロック解除しなかったらできないでしょ。嘘嘘嘘、できないよ。そんだったら、いたずらできちゃうよ。俺文字の借りて、ビッて消しちゃうと。できないでしょ。多分、あれ売るんじゃないの？バラしちゃえば。ね、やめたんだね。スマホを1ヶ月前になくして、で先週クレジットカードをご飯屋さんに忘れてて、全然ダメじゃん。え、それは大丈夫だった？それはもうすぐ止めて再発行をかけたんだけど、最近ポンポンすぎて、どうしたらいいかって。もう全部さ、体にくくりつけるとか。大事なものを。そう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 。もう四六時中一緒に、お風呂の時も一緒みたいな。今日もだから来る時までに財布落としたらどうしようとか、それ怖いね。ドキドキしながら、もう抱きしめながら来ればいいね。商品をギュってギュって分かったと、それで帰るの今日。怖いね。なんか別にそれがあると怖いね。そう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 。あれじゃない、もう5分ごとに確認するとか。5分10分ごとに。危ない。すごい神経質な人。なくなってたら、その10分間のどっかで落としてるのかな。忘れ物し、なくし物しない人なんているの？俺、すぐなくすよ。のんちゃんもなくすでしょ。なくさない？のんちゃん平気な人？財布落としたことはない。少しぐらいなくすけどな。財布も携帯も落としたことないの。へぇー。ないない。トイレに忘れるよね、スマホ。あー、それもあるね。あ、何でも忘した。あれ面白かったけどね。
おもろ、うん、その話この前のカレンダー撮影で、うん、ヤとゴロと来てめっちゃ盛り上がった。あいつバカだよな、ゲラゲラ笑ってた。ゴロで笑われるのちょっと嫌だけど。一番笑いそう。面白いなあいつね。あこの間もなんかあったよね、面白いね。なんだっけね、ありすぎてさ、誕生日の歌が面白かったね。ハッピーバースデー、お兄ちゃんだよ。バカだなぁ。おー、そっちかい。PP 兄弟も面白いね。今日歌はみんな戸惑ったもんね。さすがよね。さすがだよね。さすがよ。食べれないもんね、みんな。おろさん。一応僕もね。真似できないからね。無理無理無理、天才ですから。さあ、どうぞどうぞ。何か、何ですか。まだ大丈夫ですよ。はい、どうぞ。また、あの、ゲーム配信とか。あ、ね、ご予定がなければ、ご予定立てていただければ。なるほど。まだ1位か分かんないんだけど、今月あるかもしれない。おー。やったー。ふだくんはいないけどね。あ、ほんとに。アイジー。アイジー。アイジーと。あ、そういえばぬーちゃんあれだよ、誕生日決まったよね。行くのがいいよ、やる日だけは。あの場所はまだ言わないけど、やるのは決まった。いつだっけ、11月の16、あ、17だ、17、日曜日。そう、一応ね、皆さん予定があるだろうから、ね、特に地方から来る方もいるし。17です。昼、まあ夕方だね。ね、ぜひぜひ開けといてくれれば。17。そう、いろいろね、決まってきたよ。またね、フラッシーパークでイベントやるんですって。去年やったでしょ。あれまたやるっぽいですよ。ね。今年は何やるの？また殺伐としたな。ラバーアリーナもできたしね。あ、できたよね。あそこで、なんか、本当にね。やるのもう、もう決まってるみたいだよ。やるのは決まってるよね。10月の20何日から。もう告知出てるっぽい。やる日は。あ、フェスタ自体はね。イベント。会社でイベント。ね、毎年やるのかね。ね、どうなんだろう。最近はやってるよね、毎年ね。一応毎年。ね。あ、出れる。あと大阪行くね。あ、そうね。楽しみ。ね。またあの綺麗なとこ？そう。おお。あれなんかとてもいいところ。宮殿みたいなとこね。宮殿。そうそう。この間あそこ行った迎賓館。行ったことあるねちゃん。迎賓館。迎賓館。ああ。仕事。迎賓館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 。ああ。すごい行ったことあります皆さん。うん。あります。ある。めちゃくちゃいいよね。こんなおっさんがうわーって感動できるからやから女性ならもっと感動する。ヌーちゃんだってフランス生まれだから行ったかいよ。ベルサイユ宮殿。いや本当よ。ちょっとたまげだよ。行ったことない。行ってみたい。これが本物かと思って。安いし1,500円か。そうそうそう。でなんか割とちゃんとしたパンフレットで。行ってみな。行ってみたい。めちゃくちゃいい。あれできるんだよ庭で。こういうカゴに入ったスイーツ。みんなわかる。すごいな。ゆかごみたいな。みんなわかる。すごいな。すげえ暑いのに外で食って。溶けてんじゃんそれと思って。マカロンとかです。そうそうそう。いろんなの乗っかってんの。そうそうそう。なんかキッチンカー来てて。へえ、いいね。そう、あの、ベニガの前でできる。めちゃくちゃいいよ。行ってきてみる。おすすめだよ。いいね。うん、ぜひぜひ。行ってみたいな。うん、多分ぬちゃん好きだよ。本当？うん、行ってみるわ。そうだからプリンスフラッシュを作っちゃう。はい。あ、なるほどね。あ、いいな。なるほどね。あそこ良かったよ。あそこはだってあの国賓が来た時に。そうそうそう。ね、天皇陛下とかもね、うるし来たし。ぬちゃんマジでいいよ。最近行ったところが近場で。ね、そうだね。うん、四ツ谷から歩けるし。撮影できないの？ここ。ね。いやできそうもないよね。さすがに。そこではなくないじゃないの。それはちょっとは決めるか。評価取れないんじゃないの。ね、そうな。結構ね、あれが警備士のセキュリティが。あ、そうなんだ。そう、ペットボトル持ったら飲んでくださいって言われる。空にして入る。
あの味見しろ、要は毒味しろ。飲み干してじゃないってことね。うん、飲み干せなくていいの。あ、そういうことね。チェックとかしないで、あ、じゃあ飲んでください。目の前に。えっ、怪しいじゃん。嫌ですって、どうする。まだ飲みたくないです。まだどこ、うん、で傘とかも持ってっちゃいけない。あ、なんか傷つけちゃう。そうそう、じゃあ傘は必ずそう置いてください。絶対無理なんで、撮影ね。写真撮影禁止だもんだ。あ、やっぱり。あ、じゃ無理だわ。一部屋だけ許されてる。毎回、いろんなとこ。あの、そう、すごい。いわゆる本当に来賓した時のセキュリティが守られるんだ。そうそうそう。ガチだ。残念。ぜひ、ぜひ。いや、ぬるちゃんも行ってよ。ねえ、行ってみたい。うん、ねえ、東京もまだまだ楽しいとこか。そうだね。さあさあ、どうぞどうぞ、皆さん。もうすぐパリ五輪ですけど。あ、もうすぐだね。もうすぐ。いつだった？7月？末から。トガシが昨日、あんまり盛り上がってるイメージがないんだよ。昨日千葉ジェッツのトガシが出発しましたよ。バスケ2週間前から出発してないの。なんか見たいのありました。野球はあるの？あるはず。やっぱりパリ五輪。あ、パリ五輪なんか注目してる競技。全然、え、全然なんかあんま盛り上がってるイメージないよね。そうなんでね、情報があんまり入ってこなくて。そうだよね、ゴリゴリ。ほら、中継だったとかあって、結構荒れて、いろいろ。男子バスケと男子バレーが強いから、うん、バレーいいとこ来そうじゃない、うん、強いよね、うん、ね、体操も、体操もいい。あ、そうだ、水泳も、なんか水泳は全然ちょっとわからないですよ。野球で、もう全然情報がないから、ないの？ないの？ヨーロッパだからないじゃん。ないないじゃない。ヨーロッパだから人気ないじゃん。誰も見ないの？誰もいないしっていう。そうだよね、アメリカだけだもんね。最近新しい種目でブレイキンって、あ、ね、ダンス、ブレイクダンス、あれはよくそう、ブレイクダンス、ブレイクダンスの技を競う、ブレイキンって割とでも日本人いい気持ちいいですよね。知り合いドリンク選手とかいる？え？いやいや、割と人が集まった時は来年からぐらいいるじゃん、同級生が。なんだ、さすがにオリンピック選手いないな。いない。うん。皆さんもいない。いる？え？いない。いないな。ね、うん。オリンピック選手いないな。下の人の気持ちいいな。誰々の芸能人と同級生でしたよとか。ああ。そういうの、おおってなる。うんうんうん。誰かいる？え？いないよ。ゆうちゃんの前、フナップ以外の有名人。フナップ有名人。いないんだ。いないんだ。あ、いいよ、直す直す。さあさあ、じゃあどんどん行きましょう。もう最後にしましょうか。ね、時間経ったし。はい。あ、でもさっきね、今回初めての人、2人とも手挙げてたの。あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。いいです、じゃあ順番に行きましょう。前の方どうぞ。相談なんですけど。相談来た。私すごく緊張しいで、今の撮影もちょっと結構緊張してるんですけど、なんか緊張ほぐすいい方法があれば教えてほしいな。緊張ほぐすいい方法か。みんなも最初は緊張してました、うん、慣れ、離れだと思って。なんかジャンプするといいとか、ジャンプするとかさ、体使うとかさ、まあ、なんかいいって言うね。上がり症ってことですか？なんかちょっと今もちょっと恥ずかしいでしょ。顔赤くなって、うん、可愛いよね。でなんかその物理的なものはそれいいよね。体使うとか、うん、ジャンプするとかは、なんかアスリートの人がよくやってるみたいな。声を出す。あ、声出す？なんかよくほら、まあ、リミッター外したりするのに声とか言うじゃん。でもイベント会場するイベント会場できない。いやでもそのままでいいんじゃないですかね。それかな。ね。緊張すると。緊張できるのも今のうちだから。だってもうみんななんか友達みたいな。ここはね。からいや、あんまりね、なんかその気負わずに緊張してること イコールダメなことみたいにならない方がいいと思うけどな。
なんかその時期も絶対誰しもあったはずだから多分。うならんで司会やってれば大丈夫です。全身タイツでアフロかぶって。そんなおっさんもいますから。ね。確かにな。でもね、大野はね、あのコスプレしてると緊張感ちょっとはぐれる。ないでしょ、だって。緊張しないでしょ。コスプレじゃないよね。いや、コスプレじゃないよ。これなんかこう、なんかあるんじゃない、その、振り切っちゃった方が。まあね、うん、中途半端だと一番恥ずかしいもん。そうね、それはそうね、うん、やりきっちゃった方がね、いいよね。中途半端だと見てる方も恥ずかしいじゃん、うんうん、リズムがだって中途半端なところでちょっと嫌だもんね。もじもじされてるから恥ずかしいもじもじしてるの見たくない ね、 ね、どう叫ぶとかあ、そっか。まずはでもそのままでいいんじゃない。ここはだって自然と慣れてるじゃん。そうそう、だからそのままでいいのよ、うん、そのままで、でまああまりね頻繁に来れないっていうこともあると思うけど、来れる時に来てだん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 こうね慣れてきたら多分ちょっと和らぐ。なりすぎてよくわかんないこと言ってるおじさんもいるからね。そうだね、誰とは言わないいや、何のつまんない話ばっかしてるの。ねえ、誰とは言わないから大丈夫よね。そう周りもね、そんななんか敵対心持ってるような人ないからここはね、そう平和な世界だから、うん、慣れるのとあんまりこう緊張しちゃうとあーってなると多分もっと緊張するから。もっと緊張しないもんね。あのは全然もう緊張しないね。意外とゴローがするよ。あ、そうめちゃくちゃするよ、うんね、するね。そうそう、どうしようどうしようって言っても、うん、どうもしなくていいよ。このままでいいんだよ、お前そのままでいればいい。台本なんかいらないんだよ。ね、あいつ意外に緊張するんだよね。で、書いてきた台本を忘れちゃうんだよ。台本なんかない方がいいんだよ。台本あると余計緊張しちゃうから。そうそうそう、スパーン。緊張してミラクルを手に変えるから ね、 それはそれ、 ね、 それはそれ、ね、多分こなし中ではゴロが一番緊張するんだよ、ね、多分ね、そうだね、緊張した自分も素敵だよっていうことで、うん、試合でね、やってる方がいい。忙しすぎてもう無理ってなっちゃう。キャパオーバーしちゃうみたいな。そうです、それは抑えられないの？あのいわゆる忙しいのは変わらない。変えられない。なんかどれもちょっと外せない。なるほど。でもキャパオーバーする時あるってことでしょ？その時どうしたらいいんですかって。なんかあのこう立ち直りより立ち直れやすい方法って。ああ。なんかあるかな。なんか。だいぶ前にヌーは遺伝子検査したことあって。どういうこと？品種？品種が品種なるほど。品種？梨の品種のために、そうそうそう、うん、遺伝子検査したことがあって、うん、なんかそのあのアルコールプリプリが強いとか、なんかこうストレス値を見るとか、うん、っていうなんか遺伝子検査したことがあって。そんなできんの？そんなことできたよ、ね、なんかその時に、うん、あなたは人間じゃありませんね。そうです、なしです。その時になんか脳みそを24時間フル稼働してるから、ぼーっとする時間を設けなさいって言われたんですよ。なんかそれだと疲れるから、うん、いつかこう溢れ出て本当にあの何精神的に疲れちゃうからぼーっとする、だから多分意識はないだろうけどって言われて、忙しいっていうね、意識はないだろうけど脳みそがずっとフル回転してるからぼーっとする時間を設けなさいって言われて、でそっから意識してっていう時間を増やしたの、あのこまめに来たら割とね調子いいよ。なんか
寝ない。っていう時間をね、なんかもうあの何口を開けてし目の焦点合ってないみたいな。自分これどこ見てるのか分かんねえなみたいな時間。あなたってそういう顔してるからね。しかも入ってるし。ルちゃん閉じてるけどさ。閉じてるよ。目はどこもいいよか分かんねえな。あなたを見ています。こっち見てますよ。マリアも体が悲鳴を上げてんだったら精神的にもね、まあ、でもね無理して体力的っていうよりかどっちかっていうとこう気持ちでしょ気持ち的にうわーい体力が若いから持つしな ね、だからねちょっとねぼーっとする時間をこまめこま要所要所にあこれ一件落着したみたいな時間をちょっと増やすといいかも。でもなんか1個終わって、ああもうこれも次もこれしなきゃいけないじゃんみたいなことを多分ずっと思ってるんだと思うから責任感が強いんでしょ。そうそうそう ねこれもやらなきゃ、あれもやらなきゃってなってる、うん、この駒、区切りがいいところで一回もう何もこう生命ってなんだろうみたいな脱力するとちょっとね、リフレッシュするかも、うん、あとはもうストレッチとかね、物理的に言うとねストレッチとかお尻を眺めるとかね、まあ、効果的ですね、とても、はい、絶対にやらなきゃいけない順番を順位付けしてやらなきゃいけないことは絶対あるだろうからね、まあ、まあいいやつはちょっと明日でもいいやつだよ ね適当さ加減がね、あるとね、まあ、でもね、それもその性格によってね、まあ、全部適当にできないことだから、ね、ことはどう見てたのかな、まあ、もう適当でもいいかなと思ってる品種だからさね、あんまり自分を追い込まない方がいいね。そう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 、だからもうボーンとする時間と体をちょっと伸ばす時間とあとお尻を眺める時間を、ね、お尻眺めながらボーンとするんでもいいしね。尊いわーって動けるというかね、そう、仕事のこと考えない時間をね、必要だよね。よく休んでねちゃんと寝るんだよお母さんもちゃんと食べてね着替えて多少重宝しても許されるような性格だった方がいいよ。そうそうそう、これなんかもう、あ、宇沢さんだからって言われてるから俺まあいいかお前が言うと切れる、お前が言うとムカつくねって言われる自分で言うじゃねえよって言われる許さないはこっちだぞってよくふにゃに言われるあ、今日忘れちゃったってこの間のほら、あれあったよ、衣装ふにゃが来てたよ、7月4日の散々言われた、毎日のように持ってきてね大丈夫か、赤のもんの、なんで言うなみたいな結局忘れたから取り帰ったよ、俺取り帰ったよ取り帰ったよそう、それで忘れて、でも取り帰ってよかった、あんな会話があったあれ、千原さんそうそうそう、ね、のんびり行きましょう、ね、特にぬいちゃんはのんびりやれるイベントだからね。明日はこんなんならないですよ。明日は攻撃的なイベントだから。殺伐とはしないけど攻撃的なイベントだよ。油断してらんないですよ。怖いです。五郎さんってそんな感じ。俺もぬいちゃんの時は割とのんびりやってるもん。あ、そうやの。うん、五郎の時はもう隙がないから、言葉一つ一つを取っていかなきゃいけない。多分今日より温度3、4度高いよ、ね、あ、そうなんだ、うん、湿度も高いし大変だね。やばい、お客さんもテンション高いし、まあまあ、それいいよね。リラックスできるのはこっちだと思うよ、うん、本当、うん、明日はもうなんかお笑い見に行くなもん吉本に行くようなもんだ。笑うのもストレス。のちゃんも見に来たから行こうかな。あ、めちゃくちゃ笑える。いくら以上だっけ。いや、そっから取らないよ参加するよ。ああ、こっそり覗いてて写真撮ってあげて。ちょっとあの変装して、うん、ね、変装して店員さんみたいな顔。そう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 、こういう店員。あとはなんか告知はないね。もう7月は特にイベントないんだな。そうですね、8月からゆっくりしてください。ね、8月のは8月お、あれは申し込みはまだ。ああ、まだだね。そこ予定だけは入ってます。あまり遅いとね、皆さん予定合わせられないっていうから、そう、忘れそうで告知されてると、うん、そうそう、
じゃあ写真撮りましょう、ドゥちゃん。ドゥ、ね、ちゃん、中でお休みするんで、皆さんお見送りしますからね。はい。行くよ、ぬんちゃん。はいはい。じゃあ、ぬんちゃん、声をお願い。はい、行きますよ。はい。ニコリオで、はい、セクシー。行こう、行こう。あ、なんか落ちたけど。マスク。はい。OK。あとで、2回目終わったらツイートするね。よっ、ほら、そう。ありがとうね。ありがとうね。ありがとうね。じゃあ、ぬんちゃん、お見送りしようか。ありがとうね、まりちゃん。かわいい。本当にありがとう。嬉しい。ありがとうね。ありがとうね。まあ、ちょっと持ってるね。一緒に休んで。まだ少し降ってるね。で、あと次回参加する方もいらっしゃるんでしょ。はい。もし、2回目申し込んでない方で、まだ2回目時間あるよって方は、チェックまだ少し余ってますんで、よかったら参加してください。じゃあ、準備できた方から行きましょう。じゃあね、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 ありがとう、じゃあね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 、ねえ。